本日は、3ヶ月にわたる長いワールドでしたけど最終日になります。おめでとうございました。ありがとうございました。最高だった。企画最高、ありがとうございます。きなりこれやばくないですか。これすごいね。これなんだこれ、すげえ。これ やばいっすよね。これ、ちょっと。すいません、いきなり触れちゃいましたけど。半端ね。すごいな。あ、それね、それね。やばいね。でもね。これね、うん。色すごい。なんか、なんでこんな綺麗に出るんですか、色。うん、はい、ついでに、ついでに、ついでに、やっぱ。何ついで。おっ、我慢できなくて出しちゃった。やば、やば、いや、えぐい。えぐい。すごすぎ。写真もっと入れたんですか。確かに。もっと入ってるみたい。すごいリアルに。うん、すごい再現度じゃない。リソパじゃないですよね、これ。じゃない。えぐい。すごい。ちょっと距離置いてみるとなおリアル、リアル。ちょっと距離置いてみると。本当だ。すげえ。うち写真が飾ってある。いや、えぐいってこれ。すげえ。村人が半分ぐらいいなくなってるんです。あ、そう、これ裏で。結構いなくなってる。なんで、これ誰だよ。これ誰だよ、これ。出世したんだよ。事件だよ、これ、事件。事件。誰だよ、これ、誰がやったの。誰がやったの。全然いない。ちょうど僕、結構ログインしてるじゃないですか。はいはいはい。なんかね、あの倉庫の上の方に。え、斧のやつ、ビンディケーター、襲撃の。いや、普通ビンディケーターっていなくないってなって、襲撃だな、それは。ここ襲撃起こしただろ、誰かって。誰かいる。サンダー、サンダー、誰だ、お前。サンダー、お前さ、サンダーちゃん。今思い出した、なんか。サンダーか、やばすぎる。サンダー、おい、あの、ほら、誰や。どっかサンフランシスコ行く前にさ、いつだよ。エピソードトークの始まりが大きいな。ブブブブって音鳴って、ごめん、もう行かないといけないって言って。それや、それじゃない。いや、でも結構前の話よ、あれね。結構前から言う、結構前からね。時期の話じゃないんだよ。おい、統計でわかんねえか、統計で。統計で、統計出して、統計で。襲撃回数みたいな。襲撃回数。襲撃回数なんか出るんだ。俺ゼロ、俺ゼロ。僕もゼロ。結構下。俺ゼロ。あ、あったあったあった。もうゼロ。ゼロ。襲撃に勝利がゼロですね、俺。ゼロ。え、勝利がゼロ。怪しいな。トラップ使うと、トラップ使うとね、多分カウントされる。あ、これか。あ、ゼロっすわ、ゼロっすわ。ちょっとすいません、うち4315回。うそ、やばいって。待って、マグさんなんじゃない、それ逆に。いや、違う。いや、トラップでしょ。じゃあ、マグ兄さんだ。トラップだよ。ほな、マグ兄さんか。え、カズサンダー、カズサンダーは2回だよ、2回かなり酔いますよ。いやまさかその2回がこんなところで起こるんだよ。いやその1回でまさか、いや、こんなことならんでしょう、その1回で。それやって、それなるねって。それやって、それしかないの。だってサンフランシスコにいたから多分大丈夫だよね。いや、関係ない場所がないってるから。いや、なるほどね。最初の犯人が分かって、いや、全滅しなくて本当によかったと思う、全滅。いやもういいよ、ついでだから、もう一個、何が、なんかネザライトがあっちにあって、箱にで借りたらもうその箱なくなっちゃってて、なんか借りパクしたみたいな形になってんだよね、これ。誰の借りパクでしょ、それは。待って、あ、それ、え、ハンディ違う、あれ、もうちょっと色の、お前くん、色合いが、マロくん、ちょっと履いてみて、うわぁ、絶対それや、それや、あれ、マロくんのだったんだ。よかった、よかった、見つかって、ほんとに。いや、ありパクなのよ。最終日に返すの悪いな。いや、よかった、マジ、寝れなくて、みんなって。しかもなんか、ついででだ、ついでで言ってたから。寝れなくてさ、ほんとに、みんなって、すべてのミア出しましたので、はい、海に出してもらってください。出していきましょう、もう。はい、海に出してきたので、すっきりね。はいはいはい。
よかった。いや、昆布屋もよかったね。あの初日あそこから始まり、確かに昆布屋ね。はい、取れましたね。昆布屋ね。ガーフ昆布屋。今かなり怪しいですけどこれ。手動自動クラフトですねこれが。全手動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 。いいな。一時コメショのになりかけてたけど。確かに確かに。あったな。全力で責任を押し付けられましたここ。懐かしい。昆布ブロックで昆布焼いてんだこれ。回転してる回転してるから回転してる。効率悪いんだよ。あ、看板も。あ、流れのご愛顧。ご愛顧、ご愛用。寂しいな。誰も使ってなかったんじゃない？これ。愛用されてたのかわからん。誰も使ってなかったと思う。俺昆布ブロック何個か使ってたよ。神社に飾ってましたよね。ユーザーがいた、ユーザーが。ちょっと高齢化でね、はい、うん、ございましいが気になりますけどね。生き残れんかったか。で、昆布、この機会皆さん、あの昆布配るんで経験値もこれ。ああ、どうもどうもどうも。昆布どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。おし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 、昆布がもらっててください、これ。記念に、ありがとうございます。記念に、記念にいただきます、いただきます。記念昆布、記念昆布、記念昆布、ありがとうございます。ありがとうございます。カズクラサンダーランドね。幻想的だ。うん、すごいな。あ、やべやべやべ。わ、また綺麗な。また綺麗なのが来た。いいね。綺麗なのが。絶対バリュー。さすがに。サンダーボイル。食らうよ。あれ、オラフ君なんか悪いことした？ファントムの目もなんかいいな。ファントムが。いや、オラフ君に全集中してた。ウェルから。いいね。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗だよ。サンダちゃん、お疲れ様。本当にすごい。お疲れ様。ありがとう。本当に素晴らしい。カズクラ。コメちゃんのね、お家、せっかくなんで。これ素敵だな。コメホーム。コメホーム。すごいよな。優勝した。なぜか竹なくなってましたね。あ、で、あ、え、違う新曲ですね、これ。新曲なんかディズニー感あるな、ちょっとね。ディズニー感、マジ神曲ですね、これ。いいね。これ、ちょっとあれですね、あの甘神ドッキリのネザーが。ネザーがね、確かに。こちら、こちら、こちら来てもらえますか。はい、こちら、こちら甘神っすね。甘神っすね。こちら、こっちね。何やらなんか僕の家の庭ネザー化計画だったらしいんですけど、伐採された竹の量が多すぎてほぼ僕気づかなかったっていう。サンダー爆笑中。しばらくこのままにしていた。いや、大変だったんだよ、この子連れてくるの。そう、お珍しいやつですよね、肩車。珍しい肩車はね。うん、すみません。そう、このネザーのためにこの子何体行ったと思って。ようやく生き残った尊い命が。そう、大変だったんだから。増えてるし、マグマ救われてない。なんかちょっと減ってない。そう、これ増やしたんだよ。誰か増やしたドッキリしてるね、これ。増やせるんだ。横になんか文字もなんか刻まれてるんですよね。あ、確かに確かに。いやいやいや、これ上飛ぶとね。あ、なんだなんだこれ。上から見るといいね。あ、そういうこと。え、どういうことかな。まあ、コメショーさんなんかね、ご依頼いただいたんで。どちらかというとタイタイなんかの勤務に。あ、タイタイ勤務にあったんですよ、いい感じの。へぇ。そうそう、そうだそうだ。一応ことを説明すると、タイタイがコメショーから聖地の依頼を受けたっつって僕と清江が連れてこられて、その後タイタイからなんかいい感じにやっとけって言われたんで。ああ、そういうこと。そういうことね。それはタイタイが。確かに。タイタイは。いやいや、コメショーのモーキング文言に書いてあったからいい感じにって。ああ、だからもうそれ依頼通り、依頼通りだな。いい感じになってる。いい感じになってるわ。カズクラ。さあ、そしてこの辺は夏祭り会場ですね。まあ最近割と見たんで。いやー、よかったですね。これ、ここでしょ。これですね。ここが問題だよ。これ誰か払ってないもんいるんじゃないの、これ。
いや、納品しましたよ、僕は。納品確認してないよ。すごいすごいすごいよ、あれ。納品してない人いる？うわ、名前つけてるよね、みんな。お、すげえ。あ、ほんとだ。え？そうなんだ。僕、これつけてない40ブロック目ですね。あ、でもそれわかんないっすね、ドズさんかどうか。本当に集めたのかどうか。いや、これ社長怪しいな。ちゃんと証明書に持ってきたんじゃないですか。いやいやいや、いないでしょ。証拠、証拠あるんすか、証拠は。いやいや、2倍だったの僕と大体だけだった。こちら、何これ？あ、これはアリメスだ。すげえ。そういうことか。え、すげえ。そうよこれ。これすごいですよね。え、再現度高いですね。高い。再現度高い。外観のあれだ。うまいな、誰作ったんだこれ。これ誰ですかね。いや、我々だ。うまっ。言い方でわかりましたよ。言い方わかる。いやいや、言い方はもう大丈夫だな。褒めすぎだな。言い方だからね。しかなさそうだ。え、誰が、俺でも結構線とかできんだろう、あれ。ねえ、確かに。いや、細かいポイントにね、気づきますよね。でもすげえ天才じゃない？天才っすね。天才なんじゃん。天才っすね。天才。これ誰が作ったんですか。確かに。すみません、自分っす。あ、おいおいおい、ケケケチではないんだ。あ、おいちゃんではないか。おいちゃんって言われて。自分っす。天才ね。さらっと入ったな。ちょっと透かしてる感じに。自分っす。カズクラ。いやでもオラードンがやっぱいいよね。オラードンいい。オラードンいいよ。いいいいいい。オラードン、オラードンもね。気づいたらゼニガメが立ってたんですよ。ねえ。え、これゼニガメは誰なんすか？これ結局。確かに。これうまいな。これもうわかりました。もうわかりました。もうわかりました。自分のパターン。え、これ誰が作ったの？本当誰が作ったんだろうこれ。え、尻尾とかすげえな。これでもちょっともう一個その三人号行く前に、はい、このカズさんの作ってくれたこのプールサイドのやつ。はい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 。なんで笑った今？なんで笑った？ヒカクがなんかちょっとなんかいろいろ言ってたよ。いや素敵素敵じゃない。いやいやいや。それやっと微妙だなみたいなの。いや普通にめちゃくちゃいいなって思って。うん。いやこのかもすごい流れも早くてめちゃくちゃ楽しいっす。言ってない言ってない言ってない。その水流気づいてくれた。その水流。めちゃくちゃいいっすよねこれ。おお。あと眺めが。そう。影もっと入れると眺めがめちゃくちゃいいっすよ。影もっと入れてほしい。いや。僕一番好きっすね。本当？めちゃくちゃいいんだよなこれ。これ2時間ぐらいかけたからね。2時間ぐらい。結構貴重よ。ねえ、そうしょうがない。2時間かけたから。あ、ビューだな。正直そのヒカックの発言があった時、前ので撮影してたんですよ。はい。みんなで言ってたでしょ。僕とポンピーとコアラさんはあのヒカックに騙されました。いや、やめさんが作ったって言うから。いや。だから何て言ったの、それぞれ結局何を作るかじゃなくて誰が作るかっていうか、人間ってそういう生き物なんだなって証明された。まあ残念ながらそうだよね。残念ながらそういうものなんだ。そういうことです。だからメスさん頑張ってください。もっとおなんだ俺、もっとおかしいだろ。信頼をね、取り戻せるように徳詰めと、徳詰めの方がいいよ。徳ね。はいはいはい。カズクラ1ヶ月前から作り始めて、トータル3万ブロック置きました。はい。うわぁ、すげぇ、完成しました。すげぇだろ。いや、ガチ山だよこれ。サウザンドサニー号です。おぉ、すげぇ、完成しました。これ本物や。すげぇ、流れてほしいぐらいのね。ね、ウィーヤー、ウィーヤー、ウィーヤーね。なんかメッサメスウィアーが、いいいいいい、ロードの行かれてんだから、オルディーだじゃん。いや、これね、まああの、そうなんですよ、あの元動画が9時間の尺あって、まあそれを参考にしながら一個一個見ながら置いてったんですけど、マジか。トータルハイ、トータル制作時間が60時間ぐらいかな。50時間。60時間ぐらい。超大作だ。すごいな。やばいメンタルで、こんなよくやりきったな。これはすごい規模だ。いや、すごい。これメス誕生日になんか。なんだなんだ。ちょっと仕事プレゼントして、仕事プレゼントして。パーティーパーティー。なんだこれ。
お誕生日誠におめでとうぽよし。給料少ないけどタンプレ買ったぽよ。誰ぽよ聞いたことないぽよ。雪ぽよじゃない？雪ぽよ、雪ぽよね、ぽよ。まさかの。え、何？え、僕もらっちゃっていいんですか、じゃあ。はい、大丈夫です、大丈夫です。ありがとうございます。あ、綺麗綺麗。悪いな今のは。悪いな、そうじゃ。悪いわ今のは。悪い、そうじゃ。めちゃくちゃシンプルでいいな。これは悪い。どこで復活するかもわからんのに。これマジで悪い。もう無言で落ちてったもん。TNT もあるしな、下に。もうチャンス。落ち方がな綺麗なんだよな。すー綺麗だった。さすがっすわ。どこで復活したんだろうな。いや、ほんと。どこ行ったの？迎えに行った方がいい。大原が行きましたね。どこかわかんないんだよね。ちょっと先ほど回線落ちされた方が1名ちょっといらっしゃったんですけども。あらあら。はい。ちょっとその方がですね、まあ、ありがとう。最近なんかチャンネル登録100万人いったという。ああ、はいはい。それでちょっとお祝いの品作らせていただいたんですけど、あ、帰ってきた。はい、せっかくのちょっと皆さんにも見ていただきたいなと思いまして。見よう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 。あぶねあぶね。取り残されるとこだった。すげえピョンピョン。赤パンがビーチャー。どこにいたの？いやいや、むしろ自然だろ。確かに。スタートなので、はい。じゃあ行きます。はい。三、二、一。すげえ。おお。なんかすごい。なんか耳かき ASMR 流れてた。すげえ。何を聞いてるの、お前は。すげえ。何をゾワゾワする。すげえな。違う。何見てる。何を聞いてる。すごい。わあ、愛があるな。なんかちょっとラグいっすね。なんか気のせい。全然。いや、完全にラグ。え、俺なんかカクカクってするんですけど。あれ多分長野ピングスこれ。うん。長野ピング。長野ピング。長野。長野ラグいのよ。松本ですしね。光がないんだね。はいはい。光がない。ニューロ来てないんだろ。仕方ないよ。ニュー。え、古い。福井はニューロ来てるんですね。来てねえし、女も。もういい。もういいでしょ。来てるだろ。わ、すげえ。おお、すげえわこれ。え、あ、すごい。まさか。わあ。え、すごいすごい。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 帰ってた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 。ちゃんと帰れる仕組みになってる。すげえな感じですね。これはすごくない？いや、これはね、こちらですね。主にですね、BGM の方は10割。ジャジャさんに。ジャジャさん、ジャジャさん、さすがだな、やっぱり。ご依頼させていただきました。すげえ。なんとこちらの BGM 約2、3時間で完成との。ガチ？はいはいはい。それに関しては前4とメスさんとサンダーちゃんで。おお、すごい。すごい。めちゃくちゃクオリティ高い。2時間で10分ぐらい。2、3分。いや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 、嘘だろ。全然違う。カズつけないやん。はいや。カズクラ。じゃあ、ジャジャさんお願いします。ちょっと巨匠いきますか、巨匠。巨匠だな、もう。大鳥、大鳥。巨匠、大鳥か。ジャジャ船、ジャジャ船。ジャジャ号、ジャジャ号。まあ、ここは、まあ、東京観光ですね。東京観光。東京観光？東京観光？はい。いや、やってみたかったんだ、観光。めっちゃ来てるでしょ、行ってるじゃん。行くけど観光したことないんだって。なんならサンフランシスコ行ってたでしょ。そうだ。あ、確かに、でも観光してないか。観光したことばっかりで、仕事ばっかりか。言われてみたらそうかもしれん。わーお、え、雷が。わー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 。めっちゃ、あの、周りの木ができてますね、木が。できてる。おー、すげえ。すげえ。ディズニー方式だ、ディズニー方式。修学旅行で行ったわ、25年前に。えらい前やな。そうですよ。確かに影もっとなくても四半世紀っすね。ちょっとでかすぎて、四半世紀前。すごでかすぎて、ちょっと影もっとが綺麗綺麗、むちゃくちゃいい異世界。え、行きますか。ここはそうですね、あとちょこっと帰宅部の3人さんと
サムラさんにもちょっと手伝ってもらった部分そうなんですよ、ちょこちょこスペシャルさん、ちょこっとですね、ほんとちょこっとですよ、ほんと木植えたぐらい木植えていや、それでもすごい見てこれ風神大臣ですよ、風神大臣風神大臣ですね、おお、すごい、いや、本当にこのままだったんすよね、見に行ったら、この間行った時そう、サンダーだったんすけど、あ、そっかそっか、すごいすごいすげーな、え、ちょっと本物じゃない、これ店員さん、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 中見せ商店街、めちゃくちゃリアルなんだよ、ほんとだ、中見せいいっすね、中見せの、すごいすごいな、陳列されてるよ、うわすごい、もういろんな店ある、最近流行りの専門店ですね、キョウキョウさん、ここ、あー、白 T 専門店でございます、白 T 専門店、おー、白 T 専門店、白 T 専門店、おー、白 T 専門店、うわすごい、めっちゃ綺麗、今どれどれ、すげー、やばいやばい、うわすごい、めっちゃ綺麗、めっちゃ、めっちゃいい、めっちゃ綺麗、うわすげー、木漏れ日が、いいっすね、いいっすね、木漏れ日、すごい、すげー、うわすごい、うわすごっす、ちょだってやばいよこれ、世界観がやばすぎる、マジで広っ、うわ煙あるよここに、実際あるんすよ、そうなんすよ、あ、これあれだ、これあれだ、頭にやるやつ、頭よくなあれってやつや、頭よくなあれ、ここでやるやつ、頭よくなあれ、え、中やばいっすよ、じゃあさ、先に見ちゃいました、内装がちゃんとあるよ、やばい、すげーわ、これはガチでやばい、え、これ写真とか見て作るんですか、ジャイアさん、中とかって、確かに中とか、確かにこれどうやって、中は写真しかなかったっすね、それね、実際マジですごいな、行ったりしないの、行ったりせずに、あ、今回行ってないですね、クリエでもこれ相当だけど、いや、あの塔はどうやって行くんですか、確かに、あれはね、行けはしないんですけど、あ、行けはしない、見せるだけの計画だな、ためだけに贅沢すぎる、やばー、あ、こっちか、おー、うわー、おー、すげー、でかっ、わりっぱー、うわ、えぐ、うわ、すげー、やばいやー、やばいなー、いや、これ逆に、本物見に行きたくなった、いや、行きたい、本当に行きたい、見比べ、行きたくなったわ、まんまの、比べてみた、浅草寺ってやつか、厚倉浅草寺、だから、実際に行った人は、どう、あ、やっぱそのままなんだ、せっかくなんでここで写真撮りたいですね、いや撮りたい、マジで撮りましょう、撮りましょう、やっぱちょっと望遠気味でね、視野角をちょっと狭めにして、あ、そういうね、狭めにするのね、なるほど、狭めにすると背景がね、あの大きく映るのよ、そうすると、あー、カメラと一緒で、これ、なるほど、そんな、さすがフォトウォーカー、そうなんですよ、圧縮効果と言いまして、はい、ありがとうございます、背景がギュッとなるのよ。はいい。いいっすね。よかった、本当に。ということで、やられて。いや、本当に三ヶ月間ありがとうございました。ありがとうございました。おぜーす。いやいや、ということで今日こんなとこで、いやいい時間ですね。いや本当にリーダーたちお疲れ様でした。特に忙しかったと思うわこの期間。ね、サンダー、そしてガック、ありがとうございます。ちょ、最後ちょこちら読んでね、うおー、いいですね、すごい長文だ、長文、たくさんお話できて、同じチームでもステージ立てめちゃ嬉しかったですと。で、モグター組の話を振ったり、来場者の方とたくさん絡んだり、全体を見ながらことできるカズさん、ただただ感動してしまいました。あつこやカズさんたちが作ったプールを国境線うわ、ちゃんと書いてあるわ。10月の湘南マラソン楽しみです。いやー、もう10月の1日だっけ、2日だったっけね、湘南、国際マラソン、出るし、なんと、はい、ヒカックも参加するみたいでございます。まあ、ということでこんな感じで終わらせていただきます。いや、ほんとすごいいい仲間たちばっかりですね。泣けるわ、普通に泣けるわ。